人の収容完了しました。次の出動まであと30秒。敵が来る。このままじゃ船長も委員会も。なんとか敵を止めないと。理事長、30秒後にバベルを発進させる。バベル？最強にして唯一完全なる基準。要塞形態に変形する力はないが、戦闘能力は驚異的だ。頼むぞ。はい。準備完了。バベル、発進します。三角ボタンでハーケンレーザー、丸ボタンでバベルミサイルだ。武器が使えるのは敵だけではない。グランドチャージの後に右スティックを上に倒せ。 R1 と L1 を同時に押してグランドチャージ、その後に右スティックを上に倒す。アサルトナックル。エネルギーがレッドゾーンに達している時にしか使えないが、威力は絶大だ。
ボルカニックモードへチェンジだ。エネルギーをレッドゾーンまで貯めて地殻ボタンを押せ。3分間だけ戦闘能力を高めることができる。システム起動。オーバーロードまで120秒。事件に関する続報です。ボルガーラが撃退されてから一夜明け、被害の全容が見えてきました。被害は空前の規模になりました。特に大きな被害を受けたのは戦場新都心周辺です。被害金額は1000億円以上に上る模様です。